古城四郎彦七月十八日から1967年10月24日は、日本の銀行家。初代千葉銀行東取千葉工業大学理事。熊本県熊本市出身。陸軍大将の古城三清は2位。第五高等学校を経て、1912年、東京帝国大学読法科を卒業、帝国商業銀行に入校する。 支配人まで昇進した後、1923年、川崎銀行の営業局長代理に転身。1925年には、川崎系の某州銀行と安房銀行が合併して発足した安房合同銀行の常務に就任する。以後千葉合同銀行等取りを経て、1943年、千葉合同第98。 オミガ農商の各校の合併で発足した千葉銀行の初代頭取に就任する。当初は堅実な融資態度で堅物頭取として有名だったと伝えられるが、次第にワンマン的な姿勢へと変質していった。数多くの政治家絡みの常実融資を独断選行で乱発したほか、横井秀樹の白木屋乗っ取りにおいて、横井外の資金提供で関与したとされる。 1958年、銀座のレストラン、レインボーマダムの番内ミノブへの十数億円もの、不正融資した千葉銀行レインボー事件が発覚して、東取を退任、特別配任罪で起訴され、1961年、東京地裁は、懲役3年、執行猶予3年の判決を下し確定する。ありがとうございます。